生態と国体は違うんだということを前提にしてその国の特徴ということを考えてみたいと思うんですねこれ意外大事なことでこれがわかると今後どういうふうにこの国がなるかということが分かってきます過強ネットワークこれこそがシナの本体であると国体であるとおっしゃいました私はその通りだと思いますだからシナにおいては生態の中心は共産党だが今も国体の中心は過強のネットワーク そうするとこの共産党の統治がそろそろ限界に来ていたとすればこの過強ネットワークというのはどう動くのかというのが次のチャイナの面を決めるということになると思います国際政治学者の藤井元気ですこのチャンネルでは私が有料でやっておりますワールドフォーキャスト を一部無料でおお届けしております最新号も無料でアップしていますのでぜひチャンネル登録をお願いいたしますそれでは生態と国体は違うんだということを前提にしてその国の特徴ということを考えてみたいと思うんですね。これ意外に大事なことでこれが分かると今後どういうふうにこの国がなるかということが分かってきます。非常に大事なところであります、まあ、日本は 政治体制の中心はこれは総理大臣ということでこれはまあ確かでありますけれどもえまあ憲法は国権の最高機関は国会であるとえ言っておりますがその国会によって選ばれる総理大臣これが行政府の長でありえ今で言えば自衛隊の指揮官でも最高指揮官でもあるということでこれがまあ政体の中心え国体の中心はもちろん天皇ということになるまあこれは非常にはっきりしておる。 わけけでですけれどども他の国ではどうかと私はこんなふうに考えているこれはまあいろんな人によって見方がいろいろあろうかと思いますが私はこんなふうに考えているというお話をいたします。それはアメリカ政体の中心は間違いなく大統領ですね選挙によって選ばれる大統領政治体制しかし国体の中心はどこか国体の中心は大統領じゃないですねアメリカの場合軍です。多くのまあ共和制を取る国にとって共和国 共和国です、ね、パブリ,リパブリックにとってはまあその、えー、政権はいろいろ変わっていくしかしその国の揺らがない中心背骨ビシッとした積水はどこかというと大体国軍であるという答えが私は正しいだろうと思いますがアメリカの場合軍特に陸海空3軍があるそれから海兵隊もある、まあ、厳密に言うと4軍ということになりますけれどもどこにあるかやっぱり陸軍ですね。 なぜ陸軍が軍がの中心かとアメリカは海洋国家じゃないかその通りですアメリカは今やスイパワーであるとそしてまあエアパワーでもあるわけですけれどもこれだけの交通手段技術が発達したいにやはり軍というもの海軍空軍の持っている国がアメリカは特に世界覇権国家ですから非常に意味が大きいしかしやはり軍の重さから言うと陸軍がですねやっぱり中心なんですね。なぜでしょうかそれは アメリカ独立革命を戦った軍が陸軍だからです。アメリカ独立革命を戦ったボランティアの兵隊たちの間から陸軍が生まれた。アメリカを誕生させたのはアメリカ陸軍です。まあ陸軍が初めにあってアメリカを誕生させたというよりも、ボランティアで集まってきた志願兵たちが、あの木の幹のままで来て自分の内側の鉄砲を持ってきてですね、そしてもってワシントンの下でですね、戦ったアメリカを独立させたと。これはアメリカの建国の歴史ですね。また建国の神話でもある。 そのアメリカを独立させた人たちのその直接のダイレクトなですねその子どもがですねアメリカ国家が生まれた後にそれがアメリカ独立革命をやった人たちによってできたのがとりあえず陸軍です当時陸軍しかなかったわけですからねアメリカ陸軍はアメリカを独立させた軍隊であります。ということでこれはアメリカ軍特に陸軍がアメリカの国体の中心。 であるということになります。これは揺らがない。だからトランプさんは今軍を非常に大事にしている。ということは国体の中心ですから。で、共和党系のいろんな人たちの政治エリートを 今回トランプさんは各省の長官とかになかなか使いにくい状態にあるというのは共和党の中でもかなりの人がですねアンチトランプだったという選挙の時にそういう状況があって今も続いておりますから共和党の伝統的な外交政策国防政策なんかのエリートたちがですねえまあこれは経済政策も含めてですけどなかなか各省の長官とか皇位交換ですね行政府の ポリティカルアポインティー政治的な任命者になって動いてくれないと採用できないということがあるんでそこでトランプさんはやっぱ軍人を重用する内閣を作った軍というのは国体の中心でありますでそこからです、ね、これはもうセキュリティチェックも通ってです、ね、セキュリティクリアランスも通ってみんな国家に対する忠誠心というものはこれは実証済みとその人たちを外交軍事重要なところに使っていくというのこれはもう当然のことなんですねアメリカの国体の中心は軍だということであります 力は日本の隣の奥にシナ、えー、中華人民共和国、まあ、略して私は中共と呼んでおりますけどこの中共政体の中心は共産党共産党のトップ習近平さんこれは間違いない政体の中心国体どこにあるんだろうシナに国体なんかあるのかなということこれいろいろ考えますと私ですねこのリアルインサイトさん やっているですね、まあ、落合塾にもですね、まあ、サブの講師としてずっと参加させていただきますけれどもこの落合幹事先生のこれが生態、まあ、と国体ということをちゃんとですねし別して議論されていると、まあ、今回のことこの政治学でもそれを寛容させていただいたわけでありますけれどももう かつては私はまあ生徒族のです、ね、二元論権威と権力の二元論という言い方をしてましたけれどもこれにさらに生態と国体という概念区別をちょうどうまく当てはまるので,です、ね、これを利用させていただきましたが落合先生の言ったこと非常に面白かったこれはそうだなと思ったシナの国体はどこにあるかこれは華僑である華僑といいますと一般に海外に出てチャイナ以外に出てたまた、あ、英語で言うとオーバーシー・チャイニーズ・マーチャントと。 えー、いうことになりますけれどもそれだけじゃなくてシナ国内における商人のネットワークこれも含めてこれがですねシナの国体である要するに上の部分政治権力構造がどんなに入れ替わってもずっと普遍的に長く存在している国の中心これはまあ在外 華経だけじゃなくて国内の商人も含めて華経という言葉を使いしていきますけれども華経ネットワークこれこそがシナの本体であると国体であるとおっしゃいました私はその通りだと思います。例えば考えてみてください皆さん元朝ってこれは何ですかモンゴルによる外来政権ですね外国人の政権ですシナ人漢民族にとっては、まあ、モンゴルが非常に勢いがあってジンギスさん以来ですねユーラシア大陸を制覇したそれがシナの本土も お支配したときに元朝という元という言い方をした元朝モンゴル人による外来政権になります。で民になった民は漢民族の王朝になりましたけど今度清朝清朝清朝というのはこれはこれも外国の政権これは満州人ですね満州人の政権である満人マンチュリアンの作った政権外国の政権これはもう300年も品を支配してきた。 日本だったらちょっと信じられないのことですね。そしたらもう日本の文化なんか全部なくなっちゃいますね。実際、チャイナもほとんど文化なくなっちゃったんですね。オリジナルのですね。文化っていう、カ漢の漢王朝の頃にあったシナの民族というものもすっかりもいなくなりまして、漢王朝が滅びた時にですね、大体人口が10分の1になったと言われてますから、我々が知ってるシナの古典的な文化を作った漢の王朝、そこの人たちはほとんど全部入れ替わっちゃったということですね。 これはまあ北方家の人たちに入れ替わられた部分が多いんですが、シナが大きくなると、南の、ヨスコの南の、かってシナ人だと思われてなかった人たちまでも、この、いわゆる漢民族という仲間に入ってくるわけでありますけれども、漢民族というのは定義ができない。何かというと、シナにおいて、少数民族じゃない人、これが漢民族だと、そういうような定義をするしかないということであります。例えば今の あ中華料理というものもありますけれども中華料理っていっても大名もこの元朝の頃とか清朝の頃のです、ね、影響力が強くてですね大体い,い,いっぱいスパイスを使うなんていうのはこれは遊牧民の伝統が入ってきてるわけですね。 で元朝の頃からで中央アジアの料理のやり方が入ってきてですね大体餃子とかです、ね、麺なんていうのはあれは西アジアから、まあ、中央アジアからです、ね、東西に伝わったと言ってます西の方に伝わってイタリアのパスタですねスパゲッティみたいなで西の方に伝わってこのシナのシナ料理の麺ですね焼きそばとかですねああいうようなものになったと言われておりますね。オリジナルのの中華文明ななんここれはももういでですよねししかしこの元朝でも 明朝でも清朝でもそして現在に至るまで連綿として続いてきたのなんだこれは家境のネットワークです上の政治構造体はいかに変わっても下の方は連綿として続いているこの佳境ネットワークこれにおいては血の関係、えー、そして、えー、お互いのですね結束の関係それ以外ではですね、えー、この意外に牧師思想というのがです、ね、力があるんですね牧師。 牧師の人牧師は嫌愛思想といいますけどこれ治水とつながらない人の間でもこの義,義というものを重んじるという関係なんですけどもこの家境の、まあ、金儲けのネットワークですねこれはずっと普遍的に続いているわけであります。でこのの人たちが作っている独特の組織 にパンと言われているものがありますこれはパンパンとかン,パンととかか本ですねこれはまあ日本のでは薬座組織のように言う人もありますけどまあ薬座的な組織と任教組織という側面もありますけれども本当の商人同士のですね硬いですねこのちぎりのまさに仁義任教の関係ということがあってですねこれは口に出さなくてもお互いつながっているというそういうネットワーク。 これはやはり基本的には華僑のお金儲けるネットワークと言っていいと思いますけどこういったものがナの国体と本当の中心である。逆に言うと清朝が来ようが日本軍が来て統治しようが第二次大戦中もですねまあ日本側に願いったと言いますからですね中華民国のこの南京政府 ですね、これはまあそういった人たちはですねからすればですね上の方が別に日本が軍が来て統治しようが下にある歴然たるチャイニーズマーチャントの華僑のネットワークこれは歴然としている上の政治って生態というのはどんな入れ替わっても俺たちは関係ないとまあはっきり言うとあんまり賄賂を渡さないでですね効率よく統治してくれたほうが一番ありがたいよと。 いうことですねだからシナにおいては政体の中心は共産党だが今も国体の中心は過強のネットワークそうするとこの共産党の統治がそろそろ限界に来ていたとすればこの過強ネットワークというのはどう動くのかというのが次のチャイナの命運を決めるということになると思いますまあ共産党の中心はいわゆる共産党というよりもまあ軍ですね、うん、フランスなんか考えますとフランス共和国ですからフランス普通の意味ではまあ政体の中心は大統領 これは分かりやすいだけど国体の中心は国軍と言いたいところなんですが私はフランスの場合はこれは官僚国家官僚制だと思います。うん、というのはナポレオンがフランス革命を完成させるような形になりましたナポレオンが作ったのがです、ね、非常に優秀な行政官僚を作るでする、ねえー、エリートスクールですねここを出た人たちが今も昔もフランスのです、ねえー、自治体の権力の中枢を握っております。 社会党のの大大統統領領が出ようががが、ね、ウファ右左関係なくこの官僚制というのは先進国などでもそらく日本以上に強い官僚制度があってこの人たちがですね権力の実態を握っているとい彼らが権力を離さないということですね。これが今回のアメリカのアメリカでフランスの大統領選挙を見ましてもですね非常に若い人が若い方が大統領になりましたけれども。 これでによってもですね全くこの官僚性支配は揺るがないまた官僚性支配を揺るがせないためにですねあえて新顔の大統領をです、ね、選んだんじゃないかと私はそういうふうに思っております。こういうふうにやっていくと変わる部分と変わらない部分これを見ていくとこの国が逆にどういうふうに変わっていくのかということが予測できる予測する非常に大事な要素になります。 トランプさんは政体の中心にいますけど、国体の中心を非常にがっちり掴んでおりますから、マスコミは今、大手マスコミは敵ですけれども、トランプ政権意外に安定しているよと僕は判断するのは、国体の中心とがっちり手を組んでいるからですね。だシナで,ではそろそろ中国共産党の支配が危うくなってきているとすれば、この佳境ネットワークがどう動くのかと、このパンのレベルでどういう動きがあるのかと、これはまあ、 表に出ない情報でありますけどまあそういった情報も集めてですね、私がやってますワールドフォーキャストの方では逐次お話をしていきたいと思いますあまり大きな声で言えない情報が多いんですけどねご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録をお願いいたしますコメントも大変励みになりますのでよろしくお願いしますそれからもっともっと情報が欲しい人もっと見たいっていう人はあの有料の方のワールドフォーキャストをご覧ください詳しくは概要欄に記載してございます